はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネル、200万円以下で買える輸入車中古車、本日はですね、こちら BMW はい、2015年モデルの BMW523D M スポーツ178万円、こちらを紹介します。2015年モデルで178万円、これはですね結構安いと思います。はい、はい、こちらですね、2015年モデルの BMW523D M スポーツ178万円、こちらですね相場よりも結構安いんで、なんで安いのかなと思って、理由を聞いたんですが、まずですねこちらボンネットにちょっと傷があります。でそれ以外にもですねちょこちょこ小傷があります。大きな傷やへこみは全くないんですが、こういったあの小傷が気になる人が結構いるみたいで、まあ、見に来てもそういうところを気にされて購入まで至らない人ってのが結構いるらしいです。新車なんかだとあの辺全然気にならないんですが、まあ、BMW やメルセデス買われる方ってのは、まあ、そういったあの外装のちょっとした傷や汚れがやっぱり気になるのかもしれないですね。で、まああのこのちょっとした本当になんて言うんでしょう、指がかかるかかからないかぐらいのちょこちょことした傷がありまして、まあ、おそらくこれ乗ってた方って汽車みたいにあんまりそういうの気にされない方だったんでしょうね。あの大きくぶつけたりとかそういうのは全くないですし、塗装自体も全然まだ5年落ちで綺麗なんですが、その辺が一つの値段の理由になってるそうです。はいはい、タイヤホイールですね、フロントタイヤ純正の18インチのホイールで、タイヤ難関なんですがほぼ新品ですね。このタイヤもしかしたら新品かもしれないですね。でタイヤサイズは245-4518で、ホイールはですねまあ汚れてはいるんですが、でちょこちょこガリ傷みたいなのも補修したような跡もあるんですが、パッと見はまあそんな気になるほどではないですね。まあただこれはあの個人差あると思うんで、興味のある人は現物を見てください。はいはい、でリアも純正ホイールに難関の組み合わせで、やっぱこれタイヤ新品ですね。多分ほぼ使った形跡ないです。でホイールはですねやっぱりリアにもちょこちょこガリ傷があったりとか、まあブレーキダストの汚れが残ってたりするんで、まあ、こういうのはあの新車とかを買う人はこういうの気になると思います。でただ非車とかだとあんまり気にならないです。はい、はい、こちら左リア、やっぱり左のリアにもちょこちょこガリ傷ありますね。で左フロントも結構ありますね。これあのボンネットとかリアのバンパーの小傷なんかもそうなんですが、もしかしたら前オーナーさんはあんまり運転がうまくなかったか、もしくは細かいこと気にされない人だったのかもしれないですね。はいはい、それではちょっとインテリア見ていきます。インテリアですねフルノーマルです。完全なオリジナル、まあ
この手のですね、落ち着いたセダンなんで、まあ、あまりカスタムする人も少ないと思うんですが、結構綺麗ですね。ドアの内張りとか、ステップ、足元、ダッシュパネル、ステアリング、基本的に目立つ傷や汚れは全くないです。すごい状態はいいと思います。で、ルーフなんかも綺麗ですね。はい。はい、シート。シートはブラックのレザーシート。全体的にはまあまあ綺麗なんですが、座面とか背もたれ部分はまあ全然綺麗なんですが、ヘッドレストもここのですね、一部ドライバーズシートのサポート部分に少し擦り傷とかがありますね。まあ、でも気になるほどじゃないですし、まあ、そこだけですね。はい、はい、セカンドシート。セカンドシートは本当に綺麗ですね。3人乗車可能ですが、まあ大人4人だったら楽勝、5人でも普通に乗れますね。まあ5シリーズですから。でセカンドシートはもう座面も背もたれもヘッドレストも、でフロアも全く汚れがないですね。これは気になるところは全くないです。はい、はい、それではちょっとトランクを見てみます。はい、トランク綺麗ですね。全く傷、汚れ、その他気になるところはありません。で、これこの方の第6世代の5シリーズなんですが、まああの車内も広いんですけど、トランクもかなり広いです。奥行き、高さ、幅ともに十分で、結構荷物たくさん詰めます。まあこの5シリーズとかメルセデスの E クラス、トヨタのクラウンなんか、まあ、このクラスのミドルクラスのセダンっていうのは本当に使い勝手いいんですよね。はい、はい、このトランクのトランクリッド、トランクの蓋ですけど、この裏にエマージェンシーキットちゃんとあります。使った形跡はもちろんないです。はい、はい、エンジンです。こちらの車両の一番のポイントかもしれないですね。2リッター直四 DOHC のディーゼルターボエンジン、なんかすごい大きく見えますけど、まあこれカバーの関係ですかね。でエンジンフルノーマルです。でパッと見綺麗ですね。で5年落ちで走行距離もそんなでもないっていうのもあるんですが、エンジンに関しては特に全く問題ないそうです。でこちらのですね、ディーゼルユニット最高出力が184馬力4000回転で184馬力で、最大トルクが 38.7 キロ、1750から2750回転の間でこの最大トルクを発生します。で 38.7 キロっていうと、まあ、アメ車ワールドので馴染みのあるところでいうと、アストロなんかに搭載されている 4.3 の V6 ボーテックエンジンとトルクは同じぐらいあります。なんで、まあ、2リッターですけど十分ですね。はい、はい、でやっぱりですね、ガソリン車ばっかりでディーゼルエンジンを搭載した車乗ったことがない人って結構音とか振動気になると思いますんで、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。振動なんですが、やっぱちょっとディーゼルっぽさありますね。メルセデスの 2.2 の直四あたりよりももうちょっとディーゼルっぽい感じはあります。でただですね、はい、ボンネット閉めるとですね、まあそこまでは気にならないです。まあさすがにベンソードは静かじゃないんですが、車内ではそんなに気にならないです。はい、
はい、こちらインパネです。今ですね、ドライバーズシートに座ってインパネを撮ってるんですが、インパネのデザインはですね、やっぱり BMW、M スポーツだけあって、なかなかスポーティーな雰囲気あります。ライバルのメルセデスの E クラスとか、まあ、クラウンとかに比べてもやっぱりスポーティーさが強調されてる感じですね。若々しいっていうわけじゃないんですが、まあ大人のスポーツ志向の強い大人の人だったらこの辺は刺さりそうですね。でちょっとエンジンをかけてみます。エンジンはですね、こちらプッシュスタートなんですが、このプッシュスタートのボタンのとこちょっとはげちゃってますね。まあ、この辺も値段に影響してるのかもしれません。はい、先ほどですね、外から聞いた時だとかなりディーゼルっぽかったんですが、まあ、車内にいるとそこまでじゃないですね。でただまあ車に詳しい人であればもうエンジンかけた瞬間にディーゼルだなっていうのが分かる程度には振動音はあります。はい、でこちらですね、走行距離62,536キロ、まあ5年落ち2015年モデルで62,000キロですから、1年12,000キロぐらいかな。で5年に50、まあそうですね、なんで月1000キロぐらいの感じですかね。はいはい、それではですね、ちょっとレーシング、アクセルを煽ってみたいと思います。やっぱりですね、 BMW の直四直六ってすごい綺麗に軽やかに回るイメージがあるんですが、このディーゼルエンジンの方は割とこう、なんでしょう、のんびりというかディーゼルっぽい回り方ですね。でただそれでもメルセデスのディーゼルとかよりはなんぼか反応がいいような気はします。でただ音はそんな気にならないですね。で今日とっても暑いんですけど、エアコンめちゃめちゃ効いてます。はいはい、でこちらトランスミッション、まあこの普通のシフトレバーなんですが、これもやっぱりあのパーキングボタンのとこが少しはげたりしますね。でこちらですね、 8AT 6速直結の 8AT 7速8速が巡航ギアですね。でまあこの辺のシルバーカーボンっぽい、まあカーボンっぽいというかカーボンなのかな、デザインとかは BM っぽくていいですね。でこちらパドルで操作できます。ディーゼルターボ、まあディーゼルエンジンなんですが、まあ、この辺きちんとパドル備えてるようなところは BM らしいですね。でこれ結構使い勝手がいいです。はいはい、でこちらですね、純正のナビゲーションシステム HDD ナビと、あとフルセグなんかも純正でついてます。なのでまあこの辺フル装備ですね。でナビとかに関して言うと、そうですね、全然ちゃんと問題なく稼働しますね。はい、BMW の M スポーツ、まあ、M シリーズなんかやっぱりあの NA ガソリンの場合は排気音エキゾーストが結構いいのがセールスポイントの一つなんですが、まあこのディーゼルだとどんなかなっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。まあ、正直排気音に関して言うとあまりいいという感じではないんですが、まあ、あとこのマフラーの震えとかも結構すごいなと思うんですが、まあディーゼルエンジンですからね、こんなもんかなという感じです。
はい、こちら2015年モデルの BMW523DM スポーツ178万円。個人的にはですね、結構いいと思いました。この第6世代の5シリーズはかなり実用性高くて、で出来のいい車ですし、でこの 523DM スポーツの新車販売価格は700万円超えてます。708万円で、それが5年落ち6万キロちょっとで3分の1以下、大方4分の1の178万円。これは安いと思います。まあ、あのボディの小傷はあるんですが、このオプションのボディカラーのカーボンブラック全体的には綺麗ですし、まあ、ああいったあの小傷は今あの安く直してくれるところもありますんで、で実用性重視の人であればこれはかなりいい買い物になると思います。でディーゼルで燃費いいですしね、こちらのタンク容量も結構確かあったんで、満タンで多分1000キロぐらい走ります。で軽油ですからね。でやっぱり BMW らしくて、ディーゼルで割ってもそれなりにスポーティーですし、メルセデスとかだとちょっとおとなしすぎかなみたいな人にはすごいいいんじゃないですかね。でアメ車の場合はこのクラスのディーゼルエンジンいいのないんで、で国産もまああのマツダとかはクリーンディーゼル力入れてますけど、まあどうですかね、これ足にするには結構いいと思います。まあ、ただ先にちょっとあのお見せしたように小傷ちょこちょこあるんで、そういうのがすごい気になるような人、神経質な人はご入札をお控えくださいっていうタイプのやつですね。はい。